はい、兵庫ゴールドカップということでね、やっていきたいと思います。秘密結社ペガム総帥発注でございます。まあ、こちらですね、園田の短距離重賞ということで、各地から強そうな馬が集まってきてます。南関東からも来てるし、まあ、そしてね、高知からも来てるということで、最近ね、高知勢の調子がいいってことを考えると、そっちの方も重視していかなきゃいけないのかなとかね、まあ、非常に難しそうな、ね、他地区との交流ってね、どこ行っても難しそうな気はするんですが、今回はこういった形でいきたいと思います。まあ、軸はね、12番、公営安価、まあ、全然そうね、交流重賞でも2着に好走している馬ですからね、まあ、今回も期待ができるんじゃないかなとは思っています。まあ、その後のね、ローカル重賞で5着に負けているあたりね、展開一つみたいな流れが向かなきゃとかね、まあ、そういえば、交流重賞2着って言ってもハンデ戦だったなとかね、まあ、そこら辺はあるんだけれども、まあ、外から差してくるタイプの馬で、前走は展開が向かなかった。馬場状態とかがね、向かなかったみたいなことがあったみたいで、まあ、今回、まあ、少なくとも得意の外枠を引いたということでね、まあ、狙っていきたいと思います。まあ、そして5番のダノンジャスティス、まあ、前走園田で重賞制覇、まあ、距離短縮でも狙えるんじゃないかなと、まあ、最近ね、頑張っている高知勢ですからね、ダノンの冠名でね、ダノンから離れた2頭がね、ダノングッドとダノンジャスティスが、まあ、短距離では活躍していたりとかね、高知に移籍した組がね、結構頑張ってるんでね、これも入れておきたいと思います。まあ、そして8番のお主何者、まあ、JRA の、ね、オープンで頭打ちになった馬ですが、まあ、このメンバーではね、即通用っていうのが見込めると思います。まあ、昨日というかね、この動画を撮ってるのがね、前日だして、そのさらに前日ですから、まあ、レースで言えば、まあ、その前日のね、盛岡の重賞でも転入初戦の馬が勝っていたようにね、まあ、転入初戦ってね、まだ JRA の頃に鍛えた筋力っていうのが残ってるんでね、まあ、まず一旦通用するんですね。その後、現地の水に慣れるまで少し通用しなかったりする期間が出たりする馬もいるというような感じなんですけども、ここは一つね、JRA のオープン馬というところで紐には入れておきたいと思います。まあ、そして9番のパールプレミア、まあ、園田の生え抜きで17戦12勝、ただね、これが古馬の重賞は初挑戦となります。まあ、時計は通用しそうなんでね、紐には入れておこうかなというところです。まあ、そして10番のコパノフィーリング、昨年覇者、十分通用するレベルの馬かなと思っていたし、南関東でね、オープン2着だったら他地区のまあ、重賞でもまだまだ通用するぞというところなんだけれども、昨年ほどの勢いはないんでね、昨年覇者ってことで無駄に人気が被るようだったら、紐までの評価でいいのかなという感じで、今回はこれでいきたいなというふうに思っております。そんなわけでね、JRA の重賞なんかはこちらメインチャンネル、フーガム TV でね、今週は菊花賞をお届けする予定でおります。その他はね、こちらのチャンネルでまた、もろもろやっていきますんで、それぞれ合わせてチャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。